肩や首筋のこり、それから肩甲間のこりについてお話をしてきましたけれども、これらの筋肉たちの疲労困憊する背景には猫背の姿勢というものがあります。このように胸という土台から大きく外れて頭が位置していると、頭を支えるためにずっと首筋や背中の筋肉というものは使われ続けなければいけなくなってくるんですね。がゆえに疲労困憊して筋肉の故障も生じやすいということになります。そうした筋肉の故障にテニスボールのマッサージは非常にキレよく効いてくれるんです。なんですけれど、それだけの効果ではないんですね。実はこのテニスボールのマッサージ、こう背骨のあたりに当たっていくと、背骨個々の関節に対して後ろに反る方向のストレッチがかかっていくんです。ですので、通常後ろ側の筋肉をほぐせばお辞儀がしやすくなるというのが、効果としては第一に来るはずなんですけれども、これをやった後にはお辞儀も逆に後ろに反る動きも非常に大きくなっていたりするんです。つまりはこういうことですね。こうテニスボールのマッサージをすることで、背中側の筋肉のケアだけではなくて、姿勢の矯正に対しても効いてくるということです。一粒で二度おいしいエクササイズということになりますね。